お疲れ様ですプロとは素人の積み重ねである。まあこの言葉は結構ねいいなと思いまして今日紹介させてもらいました。で素人ってのはまあ目的に対して行動した時にねそれがうまくいかなくなった時の対処法があんまりないんですよ。まあ例えばヤクルトが売れません。ちょっと自分で購入するか。これも対処法の一つですよね。でも自分で購入することにすぐ限界が来るじゃないですか。だから自分の知り合いに ちょっとこれヤクルト1か月でいいから取ってくんない ?500 円とか1000円でいいからみたいなところから始めます、まあ、こうすると素人の積み重ねが2つ目になったわけですよで素人の積み重ね3つ目っていうのがじゃああんたのところの商品を買うからでうちの商品も買ってよっていうのがバーター取引ですよねこういったことをしてお互いに損のないように回していきましょうみたいな形で見かけ上の成績を作っていくっていう方法もありますこれが素人のアクション3だと思います そういういいこととを積み重ねていくと例えば異業種交流会に行くとか名刺交換をするとかランチ会に行くとかして知り合いを増やしていってなんとなくこの人の中から誰かが自分のヤクルトを買ってくれればいいかなみたいなところに手が伸びていくわけですよね。これが素人の4段段段階階階目、5段階目、6段階目みたいなところじゃないですか。そういうふうにしていって素人があの手この手をやっていく時になんかねあこれは結果に結びついたなっていうのがいくつか出会うと思うんですよ。で、いいつか気がついたら あ、この世界で生きてるわもう3年目だよ収入も10万から12万になったなだん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 その素人の行動の積み重ねがプロに近くなっていくってことなんじゃないかなと思うんですよだからどんなねプロでも大きな成績を上げた人でも分解すると素人でもできることの寄せ集めなんだろうなと思いますだから素人100人分1000人分を一人でやるっていうプロの効率ってのが出てくるんじゃないかなと思うんですよね ででも、初日かかららプロってことはないですからね。素人を今日も明日も明後日も繰り返していくもっと新しい答えを知ろうとするその「素人素人知ろうと知ろうとする」その積み重ねが苦労した人「苦労となるのかなというふうに思いますけどもねいってらっしゃい。